で、製薬院さん紹介されて、でホームページ見たりパンフレット見たりしていくときにメッセージがあると思うんですけれど、まあ、ハイチ伸びる大学っていうなんかキーワードに追い抜くことが一番手取り前のは、やっぱり学生でどんと集めて、そしてね、そうそう、大学でもいいですよ。都心回帰どんどんしてるやつだよ。店のオリエンテーションは、やっぱり大きい。そうですね。子供だけで。インタビューで、オープンキャンパスに来て、先生。チャペルが結婚式ができる。で、初めにですね、この子を青学院大学に入れるためにはということで、青学院大学の魅力のことについて、初めみんなで挙げていきました。するめも入ってます。情報をいろいろ発信しているときに、他の横のつながりがあった方が情報も広報に集まってきやすいって思いますので、なんかそのこう土台作りにもなったなっていうのがあります。足し算じゃなくてみんなと一緒になって考えられる感じが、こう1人ずつがパソコンで見て 1+1+1+1 とかっていう、こう足し算でやってる感じじゃなくて、なんかこう違う、変化があるような感じが、だから本当にだからチームワークっていうかグループワークっていう感じはしますよね。初めてではないですけど、ただ本格的にこうやってやってもらうのは、今まで無手活流とか自己流にやってきたので、まあ、そういう意味ではすごく新鮮ですね。参加させてもいただく方の幅を広げたんですね。学内に声かけをして、他部署の方をまず他部署の人を入れて、ワークショップやってるのをその中で発見することっていうのはすごく、自分たちなりでやってきたことが他部署からどう見られてたかとか、結構ドキドキとかヒヤヒヤなところも出てきて、その中からそう見てたのかっていう発見は随分ありました。